仙台原発が再稼働した今日、青森県東通村の越前康夫村長が東京電力本店を訪れ、中断している原発の建設工事を早期に再開するよう要望しました。もう震災から4年も経過しておりますので、やはり国から認可が出ておりますし、やはり地域経済も非常にこう疲弊しておりますので、これはね、安全性をもちろん第一義として、やはり一日も早いこの方向を示して取り組んでいただきたいと。東京電力の東通原発1号機は東日本大震災で工事が止まったままです。仙台原発が再稼働した今日、越前村長は東電に対して、これまで原発建設に協力してきた村民との信頼関係が崩壊するとして、工事再開の見通しを早く示してほしいと要望しました。東電の広瀬社長は、福島第一原発の廃炉や電力全面自由化を控え、まずはしっかりと体力をつけたいと述べるにとどまりました。